はい、どうも、トツクチュードレンのつくもです。というところで、この大空に翼を広げて、アマネルートパート3、続きからやっていきたいと思います。これは、ウィングレットというんですか。ただ、かっこいいからついてる飾りだと思っていました。テーブルに広げた設計図を見ながら、アサちゃんが言う。グライダーを構成するすべてのパーツには意味があるわ。無用なものを乗せて飛べるような余裕はないからね。それは天音先輩が数年を費やして書き、引退するとき残していたあの設計図だった。グライダーも活動場所もない俺たちにできること、それは設計図を理解し製造工程を入念にシミュレーションすること。実際にこれを作るとしたら、どんな工程が必要となり、どれだけの素材が必要で、どんな問題が発生するのか、どうすれば工期を短縮できるか、どうすれば問題を解決できるのか、そうして設計図を分析していくことは、グライダーの各パーツの持つ機能への理解につながり、ひいてはグライダーそのものを理解することに役立った。先輩たちすごいです。私も頑張らないと。この一年、他にやることなかったからね。こんなことばっか、飽きもせずずっとやってたんだよな。この一年間で、俺たちは知識を深め、グライダーという空飛ぶ巨大な翼をより身近に感じられるようになった。それは、天音先輩に頼りきりだった俺たちが自立するために必要なことだったと、今なら思える。同好会に格下げされてなきゃ、多分ここまではやってなかったよね。だな。そう思えば今こうしてることも決して回り道じゃないってことか。ええ、全てが私たちの夢につながってるってわけよね、小鳥。小鳥がコクンと話すか。いつかこのグライダーを私たちの手で作りましょう。それで飛ばすのよ、この大空に。小鳥の言葉にみんなうなずいた。ここにいる誰一人その夢を疑う、者はいなかった。ねえ、今週末行くよね。あ、もう予約入れてあるよ。どこ行くんですか。滑空場よ。葵くんの腕がなまらないように訓練飛行しに行くの。グライダーで飛ぶんですね。そうよ、あんたたちも来る。行きます行きますね、ヨルちゃん。気が向いたらね。ここから電車で2時間ほど行ったところに滑空場がある。そこでお金を払えばグライダーの飛行訓練が受けられる。何を隠そう、俺はこの1年そこの滑空場へ通い詰め訓練を重ねてきた。そして先日ついに念願のパイロット資格を取得した。じゃあ決まりね。今度の日曜日はみんなで滑空場へ行きましょう。何せお金がかかるので資格を取得した今通う回数は減っているのだけど、滑空場へ行くのはまともな活動のできない俺たちにとって唯一の楽しみでもあるのだった。翌週から俺たちは学校で顧問になってくれる先生を探して回った。すまんな、お前たちの気持ちはわかるんだが、俺も演劇部の顧問やってるから。先生が演劇なんて似合わない。そうだそうだ、うるさいよ。俺は今でこそ慶風学園で教師やってるが、本当は芸術家志望だったんだ。芸術はいいぞ、お前らもグライダーなんかやめて演劇部に入れ。嫌です。お断りです。な、先生ちょっと傷ついたぞ。傷ついた先生が去っていくと俺たちは肩を落とした。ちなみに今のは俺たちの担任だ。やっなかなかうまくいかないな。協力してくれそうな先生に総当たりしているのだが、うまくいかない。顧問探しは朝ちゃんたちが入部してくれる以前にもやった。あの時と先生らの顔ぶれに入れ替わりがない以上、望みは薄いのだ。あいつが裏から圧力をかけているんだわ。小鳥が憤懣やる方なしといった顔で、鼻息を荒げる。でしょうね、断る時の先生らの困った顔ったらないもの。有資格者は外から呼んでこられるかもしれないけど、それも顧問が見つかったらの話ね。
昨日滑空場へ行った時、現地のソアリングサークルの人に当たってみたところ、何人か興味を持ってくれた。グライダーはお金がかかる上、活動場所も限られているとあって、滑空場にいる人たちの平均年齢はやけに高い。若い者に指導できるとあらば一肌脱ごうって人は結構いた。ついでに言うと、若い女の子が積極的に参加しているのも珍しいらしい。とはいえ、片道何時間もかけて来てもらうとなると結構大変だし。そうなんだよな。それでも当てがないよりマシだった。そんなことを言い合いながら廊下を歩いていると、お前らまだ諦めてなかったのか、トビオカ先生。とっさに呼び捨てにした小鳥にアゲハが警鐘を添える。まるで待ち構えていたように、俺たちの行く手からトビオカが歩いてきた。先生方に無理なお願いをして回っているらしいな。別に無理なお願いじゃありません。もうそろそろ諦めたらどうだ。お前らのような札付きの不良生徒に協力してくれるような先生はいないぞ。トビオカが得意げに言う。ガレージの取り壊し工事を邪魔されたのを相当根に持っているようで、ことあるごとに持ち出してくる。せいぜい頑張ることだな。言われなくてもそうするわ。小鳥が真っ向から見返すと、トビオコは面白くなさそうにふんと鼻を鳴らした。そしてまた歩き出す。通り過ぎたま。まあもう無駄な努力なんだがな。ぼそりと独り言のように、けどしっかりと聞こえるようにそう言うと、廊下の向こうへ消えていった。何あれ。さあな、あんまりまともに取り合うな、腹立つだけだぞ。でもなんだろう、無駄な努力って。また適当なこと言って私らにプレッシャーかけたいんでしょ。そうはいきますかっての。さあ帰りましょう。しかし、それは単なる脅しではなかった。それから数日後のこと。というわけなんだ。それは本当なのか。うん、マジらしい。葵くん。ああ。正嗣が持ってきた情報は驚くべきものだった。先生らの間で、なんと今頃になって再びガレージ取り壊しの動きがあるというのだ。使用されることなく放置されているガレージをいい加減どうにかしようという話になったらしい。今度はトビオカが発案したわけじゃなさそうなのだが、もちろんあいつは前向きにその計画を推し進めているという。グライダーはどうなっちゃうの。ガレージがなくなったら置き場所がなくなっちゃう。それもなんか言ってたな。確か市の博物館に寄贈するとかなんとか。人のもの勝手にあげちゃわないでよ。俺に言うなよ。あのグライダーは27年前にモーニンググローリーを飛び、あの写真を撮影した当時のソアリング部の人たちが自作したものだ。だからソアリング部のものであるという認識は間違っていないのだが、実際は放置されていたのを天音先輩たちがレストアし蘇らせた。今の主翼など丸ごと全部俺たちが直したものだ。それらの費用のほとんどは天音先輩個人が出している。自作のグライダーってのが珍しいってんで博物館の方が欲しがったらしいぞ。あれは博物館に飾っておくようなものじゃない。まだ飛べる現役のグライダーなんだ。怖い顔すんなよ。そう言うだろうと思ったからわざわざ教えに来てやったんじゃねえか。すまん。マサツクは生徒会の仕事を通じて偶然そのことを知ったらしい。そしてその足で俺たちに教えに来てくれた。俺から聞いたって誰にも言うなよ。あかりさんに嫌われるのだけは勘弁だからな。あ、分かってる。ありがとう、マーボ。まあ、腐れ縁だからな。後でブーブー文句言われんのもめんどくせえし。どうしよう、葵くん。どうするべきか頭の中をフル回転させて考えていた。すぐに浮かんできたのが前回と同じ立てこもりだ。その方法を検討しながら俺は小鳥を見つめていた。
また同じことをしたら処分も重くなる。俺はいいけどこいつは。去年停学処分となった時、事情が事情なだけに保護者を呼ばれる事態となった。俺もアゲハもこっぴどく説教されたものの、それは俺たちのしでかしたことについてであって、慎重は理解してもらえた。しかし小鳥のうちは違ったようだ。もともとお嬢様育ちなのか、うちの娘がそんな事件を起こすなんてと、小鳥のご両親は相当ショックを受けていたようだ。小鳥は何も言わないが、ひばりさんから聞いた話では、一時は退学させようという話にまで発展したらしい。小鳥も親に心配をかけたことを相当気に病んでいた。せめてグライダーは取り戻さないと。ええ、あの機体は私たちがアマネちゃんと一緒に飛んだ大切なグライダーなんだもの。俺たちが暗い表情で思い詰めていると、廊下からドタドタと騒がしい足音が響いてきた。続いて乱暴にノックされたかと思うと、返事も待たずにドアが開いた。ビッグニュース、ビッグニュース！アゲハが血相を変えて飛び込んできた。ああ、ガレージのことなら今聞いたところだ。は？何それ？違うのか？今マーボーから聞いたんだけど。そんなの後後！俺の話を遮るとアゲハは言った。どういうことだ？特別授業の講師として慶風学園に来るらしいよ。それはまさに青天の霹靂と言うべきビッグニュースだった。それって、新型風車建造プロジェクトに慶風学園の学生が参加するっていう、あれじゃないかしら。はい、というところで今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。